ちぶりだよね。直接会う、直接会うの。ST40 とか復活おめでとうございます。ありがとう。楽しみだね、ゲームで。直接めっちゃ楽しい、わかる。配信のやつ、そう、配信でもね、今回見れるから。雨なの、明日。嘘。そうなの？そうなの？そうだね。あ、山がありがとう。びっくりしたんよ今日。えっと思って、前より多分上がってたのかな、有料の方の順位が。それでんってなって、嬉しかったんよ、ありがとう。嬉しいよよかったね、うん、びっくりしたへっなんて、本当にたくさん見てくれてて嬉しいよ、ありがとう。そう、3位やったら、そうね、でも7位までに入れるよね、有料の。無料のやつはね、ちょっとわかんないので、最後まで、あの、ありがとうございます。引き続きね、見てくれたら喜ぶよ。こんばんは、こんばんは。あ、ここのウェルカム、いやん、おかしくない、ありがとう。明日はおいしい、明日は遠征じゃないかも、わかんない、どうだろう、まだ見てないや。え、スカイフロンティアさんの公式、嘘、よいしょ、公式さんなのかな、あ、応援してくれてる方かな。公式さん、んあれ、公式さん、いや、ん？このゲームを推している個人投資家です。ね、応援してくれてる方よね。ありがとうね。
ありがとうございます、応援してくださって、うん、嬉しいね、見てくれてる人がいて、めっちゃすっぴんで申し訳ないけど、こんばん、お邪魔して、どうぞ、全然そんな謝らないでね、すっぴん超かわいい、ほんとめちゃめちゃすっぴんや、今日おちゃんの株があったら絶対買うけどな、おちゃんの株、でもまああんまり株のね、ことね、あんまり詳しくないからね、あのねどうやったらいいか全然わからんな、あの道盛りにある株ならわかるんですけど道盛りの株も買ったら、株を買ったらなんか日によって高くなる日がある、この日に売ると高くなるみたいな、もともと買った値段より、だから安い株をの日を買って、あ、株っていうものはあのなんかあれね、本当の野菜の株なんですけど、安い日の時に株を買って高い日に売るみたいな、どうもりね、それしか知らないもん、もいや、ちゃんと安く買って高く、そう、それ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 、株リバーさんか、そう、福山なんだ、お嬉しい、基本同じ、基本同じだったの、桃花が株をやったらめっちゃ失敗しそうやな、桃花もじゃお花にそう、お花畑なの、お花畑というかバラがいっぱいあったの、早いね、もう暗い、さっき起きたよ私、ママが好き、ママが好き、そういえば今日はね、めっちゃ部屋の掃除したんですよ、そう、干しぶどうを見てきたのいいな、どこかの国のお嬢様の画像がきっとと思っちゃうありがとう、で福山ね、私もすごくは行ったことないかも、ロケとかでね行くことあるけど、お仕事っていうか綺麗になった、うん、なんかね、あの高校の頃のさ、あの教科書とか、まあ、いるやつもあるけどもういらんやつもあるじゃないですか、そういうのはもういらないかなって思ったり、いるやつってね、なんかあれが欲しい、単語帳のさ、
単語、英語の単語がいっぱいあるやつとかは残しておこうかなみたいな思って、その教科書をねまだ分けれてなかったから、それとか、あとは普通に漫画とかを整頓したり、なんか服、あ、そう、あれはそう、主にお洋服をもうあれよ、もう冬用になって、冬用になって、もう暑いなってやつを衣替えか、衣替えをねするために分けて、もうこれは暑いから使わないってやつをこう整頓して分けて、分けているやつを畳んで入れてみたいな、それが主にの今日の作業で、でもまだね、まだねちょっと整頓ができてないとこがあるから、そこはちょっと今から、今からというかちょっとずつやろうかなって。コメント流れてる、流れてる、流れてる。いらなくなった教科書私が書いて、えー、いらんやろ、教科書やで。衣替えすると寒い日が来る、大丈夫、なんかなんかモコモコすぎんやつは一応置いてる。さすがにこれはもう暑いっていう、冬、もう本当に真冬用みたいな洋服は入れたけど、まだ長袖は置いてるから大丈夫。こたつ入りながら今日でも暑い、私今今日の、そう、今日も半袖だから、あったかいから。暑い日がそう増えてきたね。みんな応援しに来るように言っておきます。ありがとう。明日雨か、明日めちゃめちゃ普通に半袖だったな。上着やっぱ色か、上着持っていこうか、羽織る、羽織るもの。ワンシーズン一回も着なかった服、なんか頼んでも意外と丈が長かったり体に合わなかったりしたら、その丈とかがっていうのは着れなかったりする。あ、もちゃんのコメント流れてる、あ、そのコメントが流れてるって教えてくれてたのか、どのコメントか分かってなかったよ、ありがとう。テキストに固定してなかった、ありがとう。どれのやつか分かってなかった。これでちゃんと固定しました。固定されました、ありがとう。流されてることに本人が気づいてない。口ぐらい色つけなさいよって感じやけど、口の色のやつないんで、ここにシュンシュン、これだけあったからビューラーだけしようかな。もうの収穫は明日まで、ありがとう。
気持ち、せめてもの気持ちでこれだけやろう。そう、肌休めなきゃいけないからね。これだけやるの、これはもう関係ないから。パックしようかな思ってるよ今日。どうしようかな。もうさ、引き出しがここにあるんですけれども、これ買ったんですよね。あった、ここに、ここに入れてる。ここにはないな。ここに化粧ポーチ入れてた、引き出しの中。てん、明日写真集にサインもらう。明日ね、確かに会えるよね。荷物が多くなかったら持っていこうかな。サインはね、もらいたいなって思ってるので、明後日もあるから、また荷物状況を見ながら。ティッシュでは作んないよ、パックは。ちゃんと買ってるから見てよ、ほら、ちゃんと買ったんよ、こないだ。これは3分の時短マスクなんですけど、そうだね、雨だから明日はあれかもね。明後日晴れたらいいけど。肌引き締め、保湿力アップ。メディヒールっていう韓国のやつのやつが、すごいパックが私は結構良くて。明後日晴れ？じゃあ明後日がいいね。明日お泊まりで来るのかな。まだね、私ね、予定表を見てなくて、ちゃんと今後で終わったの見ます、最新が。これ韓国コスメやね。レモンパック、あとなんかいちごのパックとか、それかな。あと泊まるか泊まらないかで荷物ね変わるね。でもももかね、明日ねお話し会は遅いんだけど、その向かうのはめっちゃ普通に早くて、なんか着いてからめっちゃ時間があるのね、ももか。あの会場に着いてからめちゃめちゃ時間待機時間があって、だから早めには行くのよ。そのそう、もう着いて多分、そう結構朝早いのだけさっき見たから、みんなと一緒に行こう。え、わかんない、わかんないよね。けど朝早いのだけはパッと見たから、ちょっと早めなので、そう、なんかね、ちゃんと予定表を見てないのよ。あの最初だけパッと見たんだけど、あとちょっと見えてないからやばい。ずっと掃除して、掃除してた掃除してご飯食べたらこんな時間やなって今配信してて、何時間目かは把握してるよ。
朝早いなら早く寝たいと。そうだね、めっちゃ早いってわけじゃないけど、ちょっと早い。ビッグローズついたら周りなんもないから必要なものは行く前に揃えて。あ、そうなん。じゃあ何持っていこう。なんかあるかな、でも持っていかなきゃいけないもの。楽しみだ、2日連続だからね。楽しみ。ああ、隣、そうか、もう出てるのか、知らなかったもんか。隣はサラちゃんとクルちゃん。あ、そうなんだ。いいね。福山駅かと。じゃあみんな大変じゃん。気をつけてね。お菓子ね。そうね。2日でリアルに話すの。そう、嬉しい。けん。この間、この間で、この間からマスクさしてないじゃん。やからさ、お肌頑張る、お顔頑張るよ。お肌以外も頑張るよ。パクしよう、これ。パク配信やだ、絶対面白いことになるんだけど。パクするとなんかさ、なんか誰ってならん。日曜日はライブを見れるから最高ね。そうそう、配信もあってね。マスクなしいいよね。ポカイシンは面白いことになるよ。これどんな匂いなんだ、開けてみ。ポカイシンしないよ、みんな。匂い嗅いでるだけだよ、これの。やらないよ。やだよ、絶対絶対スクショされまくるから。あ、いい匂い。何の匂いか分からんけど、いい匂いやった。これはお風呂入った後にあるのよ。いやー、だって今前髪あるもん。洗顔後化粧水で肌を整え、マスクシートを取り出し、お風呂入ってきて今。何分待ってくれるの、逆にお風呂上がるまで待ってくれるの。やだね、やだね。乾くまでなっちゃう。じゃあもうめっちゃ待たせよう。そんなに。じゃあ待って、やだね。モーカのパックのパック、モーカのパックは秘密ね。みんなめちゃ待つ気まま。秘密だからダメだよ。そうそう、トップシークレット。
シークレットだからやらないやん。でも可愛い、ありがとう。パックしてお話やだよ。もうか、実はパックね嫌いなんよ。肌の調子をが良くなるからやるけど、実はパックのあの冷たいのが顔に当たるのめっちゃ嫌で、なんかすごい嫌なの、嫌いなのね、つけるのが。そう、嫌いなのパック、実は。なんか冷たい。あ、そう、ヒヤーってなってベチャってする感じが嫌いなの。冷えピザは嫌じゃないよ。パック後ってそう笑えないのよ、表情変えれないね。お肌にはいいからね、やるけどね。そう、めっちゃ喜んでやるわけじゃない、いつも。その一人でやるときにこれを、顔全体、そう、美白は飲んだろ、ビタミン C 飲んだりして。今日はおやつ、おやつ持ってきたよ。氷を首につけられるよ。いや、そんなに、いや、ずっとやったら痛いけどさ、ピッてぐらいやったら別に。眠たい、眠たいね、一緒に寝る、いやだ。落ち着いた、おかえり。何のやつだろう、もぐもぐしようかな。スリーコインズで一緒に買ったお菓子。ジュルン、ジュルン。これでわかった今。国産。スクショはどっちでもいいよ。ほら、ここにヒントが、ほら、ここ、ここだよ。正解、ポーロでした。なんかあれかな、この間のチョコもさ、この間のチョコもさ、北海道だったからさ、なんかさ、スリーコインズのさ、お菓子コーナーのところって北海道のやつ多いんかな。
めは。食べたい。お。で、じゃんけん勝ったら。誰かわかんない、本当？誰かが勝つ？最初はグー、じゃんけんぽい。あいこはダメだよ。あ、勝ってる？勝った？負けた？じゃあ次ダメですよ、私は。じゃあおい。あいこ、みゃ。ルフィも食べちゃうじゃないの。これの目やな。キラン。うまいこと目に重なっとった？怖い。白目ももちゃん。ホラーゲームにいた？それで追いかけられたに、ね、嘘、そんな怖かった？
駄菓子では何が好きなの？迷うな、一番って言われると、もう一度アイドあーげんないうまい棒美味しいよね、ズコあーってやるの恥ずかしいじゃん、恥ずかしい、もうなげてもええねん、キャッチできるのか、受けるこちらまず確かにもう一回あーんって言ったらお互い恥ずかしいことになってしまうよ、では皆さん、これなら今からこのこれを食べるともう明日他のレーンには並べない薬として食べていただきましょう。他のレーン食べると体に電流がバチバチバチってあの漫画みたいになるけど、いけます？あの漫画みたいにダダダダダダなるけど、恐ろしい、それな、恐ろしいね、桃さん愛がもっと深まるのもやってます、あ、落ちた落ちた、寒い、落ちた、拾った、大丈夫、まだまだあるから、その魔法付きならありましょう、はい、これもう落ちたやつは置いたよ、こっちに、これは落ちてないやつ、はい、どうぞ、今パクとか言ってる人、明日別の列に並んでたらもうビリビリになってるよ、アニメみたいに、食べない
食べれないの？なずまがそう、明日は こっち写しでください。こんばんは。ポッキーゲーム、やだね。人生で一回もポッキーゲームしたことないんだから、女の子とも。揺れてる、まだ揺れてる、揺れてる、揺れてる、揺れてる。え、やばい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 、大丈夫？やばい、揺れた。揺れとる。大丈夫かな。え、怖い。配信やめた方がいいかな。あ、そんな大丈夫かな。震度1ぐらいだった？私の体感だともうちょっと揺れた。え、嘘、体感3、震度3ぐらい揺れたんやけど、私が大げさに感じちゃったかな。びっくりした。焦った。いや、パックしよう。今はダメよ。そう、最近多いから本当にみんな気をつけようね。あ、震度1ぐらいか。そっか、全然。でも震度1でもあれやけど、結構揺れましたね。画面揺れた？スマホ鳴ってないね。びっくりした。愛媛県あたりが、えー、そうなの？敏感？いや、なんかね、あのね、地面っていうよりもね、あれ、あの上に電気があるんですよ。それがすごい揺れてて今気づきました。あと配信してると、なんか、なんでだろうな、この部屋がすごい揺れた。びっくりした。気をつけてね、みんな。画面が揺れた。なんかね、結構揺れたよね。そう、2階、2階っていうか、あの2階やけん余計揺れるんかもしれん、うちの家。大丈夫？みんな最近地震多い。本当にね、みんなさ、みんないろんなところに住んでるからさ、なんかニュース見るときに、うん、心配になるし、もう知らないっていうか、知らない方とかのでもさ、大丈夫かなって。
知らない方とかそこの地域に住んでる方々、最近大きいからね地震が。私が今行ったところは震度1やったからちょっとの揺れだったけど、大きい地震が多いので皆さんも気をつけて。関東もね、朝とか本当にここ数日でめっちゃ聞くから。そう、愛媛県震度3、あれか、じゃあ高知も揺れてるかな、多分それだった。焦ったね。包丁も入れた？気をつけよう。最近多い。窓ガラスの近くでは寝ない方が。そうね。と靴用意して非常食。ね、私ね最近欲しいのが防犯のグッズが集まったやつのリュックみたいなやつを。すごい欲しいなって思っとって、そうあれ欲しいですね。あ、防災？ん？なんて言った今もう一回なんて言いました？防災グッズ、防災リュック、防犯リュックって言っちゃった今。防災、ごめん、防災リュック、非常そう、あれをね、あれを間違えました。防災グッズですね。防災グッズをね持っていきたいなって今思ってるところです。ちょっと今間違えちゃいました。ね、飲み物がねないと。防犯リュックはそう、ちょっと意味合いが変わってくるか。防災グッズ、そうね、雨とかの影響でね災害もあるから気をつけなきゃ。広島に来た頃すごい雨が降った時に警報がいっぱい鳴って、あの携帯からすごいどうしようって思ったことがある。広島来てから。もうもママもあんま分かんなくてさ、まだだから、そう、高知にいた頃は水が下に溜まることが私は経験したことなかったので、すごい広島来て警報が鳴った時はもういつ避難所に行ったらいいのかってすごい調べた思い出がある。気をつけなきゃだね。広島あの携帯から結構鳴るし、学校も雨ひどい時、すごくひどい時は休みになる、なった。うん、スズメの戸締まりもねちょっと音あったよね。津波タワーがいくつだった。気をつけなきゃだね。みんなと会えなくなるのが嫌なので気をつけてね。
だから避難のタイミング難しいよね。びっくりしたびっくりしたわ。なんかたまにさ寝とる時にたまに揺れて、ベッドやからすごく揺れるんよ、震度1でも。だからすごい焦るんですよね。だからちょっとでも揺れたらどこに隠れようってまずめっちゃ考えて、そう。学校でも最近は防災学習、学習に力入れてるけど、意識大事。そう、意識大事よね。そうね、怖いから気をつけよう。パックしてたら、やっぱパックしてたらもうベシャって剥がすよ。もうそんな、感覚が麻痺する。本当、私小学校の頃ね、地震が怖くてね、今も怖いんですけど、まあちっちゃい頃ってより怖いじゃないですか。学校とかで映像とか見たりして、すごいね、毎晩ね、なんかね怖くて寝れなくなったり、まあ、幽霊も怖かったんですけど、幽霊とかそういうのが怖くてたまに泣いてた、小学校の時怖かったんよ、特に。ST を応援、初めていろんな地方に知り合いできたから余計心配な。そうなんよ、よりね、いろんな県の皆さんと活動を通して知り合えてるからこそ怖いよね。雷も怖かったね。雷は平気。今は、いやでも、直で当たってきたらどうしようって思うかな。怖いなって思う。嬉しいか、うん、嬉しいよ、出会いは。けど、あれよね。もう、地震のやつとか、ニュース見るたびに、えっだって怖くない。こっちだと台風もね、そう、台風はね結構あったね、確かに。つけましょう。今何時だ。もうそろそろ読もうかしらね。びっくりした。でも配信の時に揺れるとは思わなかったので、なんか結構心が今びっくりしてる。なんか確かに揺れる時はあるけど、たまになんかまさかみんなと話してる時にとは思ってなかったから、ちょっと震度1やったけどびっくりした。うん。びっくりした。揺れ始めた時にここからもっとひどくなったらどうしようと思って、どうしようと思って、本当に。配信を止めるべき、やっぱまあひどすぎたら止めるべきじゃないですか。だからすごいびっくりした。あ、広島震度に、そうだったんだ。
誰かいたらキャッてドキついてして、えどうやろうか。でもなんかもうとにかく一回冷静にならんとって思うね。なんか揺れに気づいた瞬間最近ピタッて止まって頭をフル回転させてどうしようか考えるように気をつけてます。めっちゃ落ち着いとった。いやでも上のなんかどれぐらい揺れとるか見とった、あの上のなんか光電球のやつがさ音鳴ってたから。気をつけましょうということで、エイトパックの好きなのレビューでやん。いやそんな関係ないのよ、筋肉ムキムキやけん大丈夫とかではないからね。そうモモの場合はちょっと違うけどさ。ママセも多分大丈夫だと思う。ちょっとだけだからね、本当に今回のはそんなに全然ほんと物も一個も落ちないぐらいの揺れだったから。広島はではそろそろ私は一応そろそろ終わりますね。お風呂からのパクでさちょっと怖いけどね、さっき地震あったからすぐお風呂入るの。今日もありがとう。メガバイトちゃんかわいい、ありがとう。しいたけさん星ありがとう。ドラゴンさんライフありがとう。明日楽しんでね、ありがとう。10歳の丸水さんありがとう。パチパチ。12位のきびだんご非公認さんありがとう。11位のエイトさんありがとう。10位のゼータンさんありがとう。明日楽しみにしてるね。もう揺れんはずね、揺れんことを祈って気をつけよう。9位のドラゴンさんありがとう。もーちゃんの優しさに心がほっこりしては大好きだよ、ありがとう。8位のマッピアノノッピーさんありがとう。5から8時間ももーちゃんだけよろしくね。お楽しみにしてる。7位のふみあとまくふふさんありがとう。6位のあざっさんももこ組ありがとう。5位のてっちゃんありがとう。4位のこうすけさんありがとう。3位のふくちゃんありがとう。明日は78会いに行きます、待ってます。2位のタンさんありがとう。かわいいリッスンと間近で会えるなんて楽しみで仕方ない、楽しみに待ってます明日は会えるのを。1位のモモカしか愛せない病もモモカのことで別に好きなん、え、じゃあツンデレじゃん。なん続きが気になるな。いや楽しみにしております。ありがとうございました。バイバイ。またね、おつもも今日もありがとう。